Panasonic Automotive。 ドライバーは道路のさまざまな状況を一瞬のうちに把握し判断しなければなりません。そんなさまざまな道路状況を事前にドライバーにお知らせすることで、ゆとりあるドライブのサポート、危険回避のサポート、円滑な通行のサポートなどを行います。それが危険がわかる安全安心運転サポートです。高速道路走行中、このようなシーンで逆走を検知したら、画面と音声で警告するので、すぐに気づくことができ、逆走の回避に役立ちます。逆走の恐れがあります。進行方向にご注意ください。また、サービスエリア、パーキングエリアで休憩後のエンジン始動時に、現在自動車専用道路を走行しています、逆走にご注意ください、事前に注意してくれるので、逆走の未然防止に役立てることができます。ゾーン30とは、車の走行速度を30キロに規制した区域で、地図画面上にこのように表示され、制限速度案内のポップアップもあります。またゾーン30のエリア内で制限速度を超えると、速度超過です、音声で注意を促します。さらに新しい ETC2.0 車載機と連携することで、高度化光ビーコンに対応しました。信号通過支援は、ビーコンからの情報を受信すると、信号をスムーズに通過できる旨を通知するアイコンを表示します。赤信号減速支援は、ビーコンからの情報を受信すると、この先信号機があります、ご注意ください、このように音声とアイコンを表示します。発信遅れ防止支援は、青に変わるまでの時間を通知するアイコンを表示し、まもなく青信号です、このように音声でも案内します。見逃しがちな道路標識や警告情報を、画面表示と音声で案内してくれる安心運転サポート。サポートエリアは1823市町村、初めての道でも分かりやすくドライブをサポートします。さらにストラーダチューンで、必要のない案内や拡大表示のオンオフが選択できます。危険がわかる安全安心運転サポートは、事故を未然に防げるよう、ドライバーに危険予測注意喚起を促すとともに、ゆとりあるドライブのサポートをお届けします。 Panasonic A better life, a better world.